もっと大きな拍手をお願いします。I'm gonna make you mine.
それでは一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、林田真宏です。名古屋に来るのはすごく久々なのですごい楽しみにしていました。短い時間ですが皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、井上理香子です。名古屋の皆さんこんなにたくさん来てくださって嬉しいです。みんなで一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、下村美希です。久しぶりの名古屋でのイベントでなんか1階もすごい奥までいらっしゃるし2階の方にもたくさんの方があっちにもいるんですよ。来てくださっててとても嬉しいです。皆さんありがとうございます。今日は一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、伊藤桃香です。ここね、名古屋でこのエアポートワーク名古屋さんでイベントさせていただくのはすごく久しぶりなのでとても皆さんに会えることを楽しみにしていました。一部一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、沼田空です。なんかね、久々にここの会場でやったんですけどすごいたくさんの方が上の方もね、奥の方も来てくださっててすごく嬉しいです。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。2人です。じゃあちょっとお知らせをしましょうか。はい、私たちフェアリーズはですね5月にツアーを行うんですけれども、5月6日にここ名古屋でライブすることが決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、ここにいる皆さんにもぜひ遊びに来てほしいなと思っているんですけれども、ちなみに5月6日私たちのライブ、フェアリーズのライブ行くよっていう方いますかね。いる。結構いる。ありがとうございます。ありがとうございます。今初めてねフェアリーズを見た、フェアリーズがライブすることを知ったという方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひもうチケット先行予約始まってますね。12日までなんで、はい、皆さんぜひ。明後日までなんで、明日までですよ皆さん。明日ですって。はい、明日までなので、皆さんぜひよかったら来てほしいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。はい、ということで私たちフェアリーズは3月1日に14枚目のシングルシンクロナイズドをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回の曲なんですけれども、すごく歌詞がね前向きな歌詞になっていて、その歌詞を乗せて私たちがこう手をいっぱい使って踊る振り付けになっているので、皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います。それでは披露したいと思います。それでは聴いてください。シンクロナイズド。
シンクロナアイズ。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はここで握手会と撮影会を行います。ぜひそちらの方にも参加してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな拍手でお送りください。ベアリンズでした。